なきゃいけないってことを学んだ。うん、こんばんは。今日ラスト配信ですね。1時間あるんですけど、こんばんは。はい。あれ？はい、最終枠ですね、今日の。はい、お疲れ様、ありがとう。はい、今日も、はい、こちらのですね。蜷川実花さん、AKB48 のショールームイベントに参加してます。今日はリンゴヘア、今回はリンゴヘアです。今日はですね、はい、じゃあですね、まず自己紹介からいきましょう。はい、NCT48 2期研究生の小宮正良です。7月27日生まれの15歳の A 型で、身長163センチ、新潟県小千谷市出身です。リンゴのヘタ、はい、これもあります。応援よろしくお願いします。眉毛太いんですけど気にしないでね。そうでですね、ぜひ今欲しい、欲しいがある方は、あの多分画面上のですね、右下にあると思うんですけど、その右下の星のところをピッピッって10連続で押していただくとですね、ポイントがたくさん貯まるので、ぜひよろしくお願いします。あと違う、これじゃない、はい、こちらですね、ツイッターと、もしくはインスタ、間違えた、たいんですけど、1位って言って、今ここに見てる方たちは絶対にカウント、1位って言って送信して、2って言って送信して、3って言って送信、はい。あ、ちょっと送信の仕方を間違ってる方もいらっしゃるんですけど、50カウント完了、ありがとう。あ、カウントしてます。ありがとうございます。すごい。送信っていうのはですね、押すんです、書くんじゃないんです。いや、間違えてますでですね、コメントでコメントしてくださるのもポイントに入るみたいなので、ぜひ皆さんたくさんコメントしてください。はい、明日の配信はこうなってます。明日はね、公演なのですごいキツキツになってるんですけど、ないのでちょっと後で教えてください。あ、755にも載せたんですけど、あとメールとフォトログにも載せたいと思うので、見てね。それでね、私はですね、毎週日曜日にで、マサラファミリー家族会議っていうね、ものをやってるので、やってて、おさ、うん、間違えた、マサラファミリー家族会議っていうのは、モバイルメールで質問を返してるんですけど、質問を募集するのが月曜日から土曜日、今日までなので、ぜひ皆さんメールを取って質問してください。待ってます。お猿ファミリーだけでもしてください。こんばんは、頑張れ、ありがとう。今日はそう、テニス配信をさっきやろうと思ったんですけど、あの中二トリオのお二方が来てくださったのでね、急遽中二トリオ配信にしたんですけど、は好きです。2番目に、まあ2番目でも嬉しいね。中3、そうそう、中3です。最終枠はですね、やっぱり自分の好きなものを皆さんと共有したいなと思ったので、でも皆さんの好きなものもね、知りたいなって思ったから、今回はあ、ぜひサラのこと拡散してくださいね。はい、今回はスポーツ配信
したいと思います。一周目終わってありがとう。めちゃくちゃになった。カウントは1から50の数字を1文字送信するだけでポイントになります。よろしくお願いします。はい、こんな感じでスポーツ配信をしたいと思います。ぜひ皆さん、じゃあ私をライブ、あ、そうそう、入れるの忘れてた。ちょっと忘れなので、みんな協力頼みます。よろしくお願いします。さらちゃんが好きな、あ、北原理恵さんのお話また今度しますね。明日とか明後日とか近いうちにさせていただきます。バスケ6年間やってました。あ、そういえば私バスケアルビレックス BB さん見に行かせていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白かったんですよね。本当にプライベートで見に行くか、団体スポーツじゃないですか、バスケットボールっていうのは。テニスは個人スポーツなので、なんか仲間と協力するっていうのもすごいあるんですけど、なんか違う観点で見れるというか、もう全体、会場がもう仲間だったんです。あの、なんていうの、会場がもう一体感がすごくて楽しかったです。行ってチアリーダーにちょっとね、チアリーダーさんと一緒にやったんですけど、めちゃくちゃ可愛かったです。テニス配信だと情熱軟式テニスを教える。やっぱ皆さんそういうのやってるんですね。サラもね、教えたことありますよ、スパルタで。眉毛が気になります。気にならなくて大丈夫です。バスケは迫力がある。そう、なんかさ、短い展開、短いスピードが速くなるんじゃないですか、展開が速くて。そうだから、めちゃくちゃ見てて、お、入った入った、おーみたいな、もう表情筋が疲れちゃうレベルで。本当に眉毛よりサラちゃんの顔が好きです。ちありがとう。スパルタなんだ。そう、スパルタなんですよ、意外と。あー、誰もありがとうございます。30秒以内に攻撃終わらない。そうそうみたいだね。昨日教えてもらった。誰もありがとうございます。はい、じゃあ私はですね、あ、私のじゃあテニスクラブの話をしますね。そう、テニスクラブはこうやってね、こう、なんかさ、体育館がテニスができるところが3面っていうのね、3コート。こんにちは。違う、 A じゃないわ、間違えた。3コート、2コート、1コートだったの。あ、誰もありがとう。50カウント完了。ありがとうございます。はい、こんな感じでね。こんな感じだったんですけど、うん、わかります。これが1コート、3コート目、1コート、2コート、3コートってあって、3個テニスコートが張れたんですね。で、最初はこのね、あ、やばい。ごめん。で、なんか、なんでさ、かかとこうやって、だからスリッパにしないって言ったじゃん。ごめん。身長、足がでかくて、3番の時ははるかが足ちっちゃくて、バイスにしてるのか。はい、それで、じゃあ村長に怒られてしまったんですけど、まあ続けていきたいと思います。こんばんは。うん、怒ってる。落ち着けて。で、こうやって3コート、2コート、1コートってあって、ここの中でなんかあのね、こうやってまたあの、こうやってね、組まれてたんですけど、こうやって、で、間違えたわ。まあ、こんな感じでテニスコートがあったんですけど、そう、村長激横なんですけど、激横ぷんぷん丸。ってなってて、最初はね、この1コートから始めなきゃいけないんですよ。で、どんどん上手になって、コーチに認められたら2コートに上がることができて、2コートでも認められたら3コートに行くことができるんです。はい。それで私はまあもちろん最初だから1コートから始めるんですけど、で、それでなんか流れ的に2年生ぐらいの時、小学校。なんか普通はなんかあの3年生か4年生ぐらいで2コートなんですけど、小学校2年生の時にもう2コートに行ったんですね。でもその時、なぜか、
やる気が全然なくて、テニスに。なんかもう遊びに来てるレベルだったんですね、テニスに。テニスクラブに。遊びに来てるレベルで、なんかやってなくて、全然。ちゃんと。やってなくて、まあそりゃなんかもう、コーチも呆れるよねって思って。それでなんか、夜、間違えた。冬はやっぱりオジアは雪がたくさん降るじゃないですか。で、体育館の裏にめちゃくちゃ雪が溜まってるんですよ。なんか多分除雪とかして、こう、雪の山になってて、そう、50カウントとかにありがとう、そう、ってあって、雪の山があって、そこにね、出てったの。サラとか、お友達、テニスやってる子が、4人ぐらいかな。で、出てって、そう、その時は全然強くないんだけど、そう、なんか、それで出てったら、ガチめにコーチに怒られて、3コートに上がりました。っていう話。小3ぐらいの時に雪遊びに出てったら、そう、行ったの、3コートに。そうなんです。だから、本当に皆さん、スポーツやるときは外で遊んじゃダメだと思います。気をつけてね。そう、だからバスケをするときも、バレーをするときも、サッカーをするときも、なんだっけ、野球をするときもね、外で遊んじゃいけないんですよ。ハットありがとうございます。ここから真剣に取り組むようになったの。真面目にやれと、そうですね、真面目にやった方がいいと思います。今日の夜ご飯食べました、うどん。ハットありがとうございます。おう、ハット。いっぱいありがとう。おい、ハット100個受け取ってありがとうございます。ハラ美人ありがとう。59カウントありがとうございます。スポーツは真剣にやった方がいい。え、皆さん何のスポーツが好きですか？かわいいっていうゲストありがとうございます。勉強の方が好きとかの人います？サッカー、おお、さっきバスケやんって思ったのに。縄跳び、こんばんは。野球、やっぱサッカーとかが多いのかな。野球とサッカー、そうです、サッカー。サラのお兄ちゃんもですね、いないいない、なんだっけ、サラのお兄ちゃんもテニスをやってたんですけど、もうサッカーに行ってしまってっていうお話ですね。バスケは得意で、見るのはサッカー。あ、まあそういうのあるよね。サラもテニスは得意だけど、見るのはやっぱ団体スポーツの方が面白いなとかも思うんですけど。僕はサッカー。体を動かすのは楽しい。おお、眉毛太いのは太いんです。息子は野球。野球もいいよね。サッカーやって、で、足つったことある。ええー、本当に？テニスはね、でもやっぱり、お時間とか終わり、ありがとう。バレーが好き。バレーね、わかる。この日本、何？バレー？めちゃくちゃ好きです、見るの。見るのはサッカー、好きなのはサラ。やったー！ありがとう。500個ありがとう。やるのはラケット競技、見るのはサッカー。おー！なんで星が。え、なんとなく釣ったって足じゃないですか。ハートありがとうございます。バレエするのも好きで、見るのも好き。いや、バレエっていいですよね。ママが意外とバレエ好きなんですけど。だるまありがとう。だるまだるま。初見です。めっちゃ可愛いやん。ありがとうございます。小宮山さらです。覚えてね。さすが足釣り。そう。え、絶対ね、スポーツやってる人は足釣りできると思うから、やってみていただいてもよろしいですか？やっぱテニスが一番好き。ありがとう。やっぱそうだよね。テニスは、サッカーはよくスタジアムに行って応援してた。おー、ガチ勢じゃん。ご飯終わって今来たファミリー。おかえり。見てたよ。おお。やばいよ。やっぱさ、筋肉。なんかさ、そうですね。かわいいって。ありがとうございます。ギフト。ハートもありがとう。今は劇場だけど、ああ、ありがとうございます。やっぱり、嬉しい。なんかさ、気持ち悪い筋肉のつけ方なんだよね。モニター見てた？政治声。見て、ちょっとだけ。モニターじゃないけど、DMM を。
うちの、あ、じゃあうちの甥っ子、甥っ子っていうものかな、テニス始めたみたい。本当？じゃあスパルタ教育をしていかないといけない、スパルタ指導をしていかなきゃいけないですね。サラの足好き？え、なんかさ、テニスやってるからさ、なんか足に筋肉がつくのね。そう、めちゃくちゃ筋肉の、そう、つき方。中学校の時に試合でレシーブをツイストしたら対戦相手に怒られたことある。え、そんなことある？サラなんかしまくりだよ。そうそう、なんかさ、ふくらはぎの筋肉がさ、え、もうなんかわけわかんないんだけど、無理だった。子供、僕の子供はティーチャーですから。頭ええやんけ。ティーチャーって学校の先生だよね。サラちゃん足長いよね。嘘、短い。なんとご立派。見せ方ね、なんか違うの、見えないわ。めっちゃ足上がるね。そうかな、シンクロかと。シンクロ、あ、そういうこと。シンクロ内自動スイミング。髪上げると星だね。これわかんないわ。リンゴヘア。靴下欲しい。サーも欲しい。なんかさ、ヒヤヒからもらった靴下があるんだけどさ、めっちゃ可愛いんだよね。パイナップル。テニスしてると足よくつらない。え、なんか、だからさ、なんかそういう甘やかすわけじゃないから、なんか部屋、合宿で6、8人ぐらいで一緒の部屋になった時に、なんかすごい寒かったんですね、その時で。なんかうーって、やっぱり朝起きたら伸びるじゃないですか、ぐーって。その瞬間に両足のふくらはぎがつった時は本当に死ぬかと思いました。Y 字バランスできないです。2周目完了、ありがとう。上下逆な、そう、さっき直しました。そう、でもあの755で言ってくれた時気づかなくて、やばい。万年文化部、そうなんだ。文化部もいいよね。私美術部やりたかった。いたたたたた。今はスポーツやってないけど足は、そう、空もやってないけど足つるの。くまさん、ありがとうございます。そう、お兄ちゃんもさ足つるんだけどさ、つり方が半端じゃなくてやばかったよ。眉毛の太さを測ったらどのくらい？ねえねえ、はるかさん、眉毛の太さどんぐらいの長さだと思う？サラが？うん、何センチだと思う？2センチ。2センチですって。わかんない、1.5センチ。わかんない、でも2センチ、サラならある。サラならありそう。サラちゃんって足つらせられるんだよね。そう、つるの、やばい。そう、なんかね、なんかさ、つるってさ、人なんか一線、なんていうの、一つ超えたらもうつるじゃん。こうやって力を入れてさ、はいって言った瞬間につるじゃん。そうなの。そのさ、超える間際が一番いい。なんていうの、そう、50回理完了、ありがとう。こんばんは。ちょっと違いますね、お兄さんは。お兄さん？どっちだろう。村長の声のトーンがアイドルじゃない気が。アイドルですよ。アイドルだよ。アイドルですって。公園で、の、待って。誰のアイドルじゃないとかって言った方。怒ってる。公園で急な、そうです。サーもびっくりした。本当にここでやるのかと思ったもん。お、普通できんよ。あ、そうなんだ。NGT 物語って書いて、ああ、ありがとうございます。サラも始めました。サラちゃん、こんばんは。髪型めっちゃ可愛い。ありがとう。リンゴヘアだよ。間違えたドラえもんですね。ちょっと。トーンが低い。怖い。だって。ワン。テニスしていたから、バッティングセンター初めて行った時、普通に打てた。本当に？え、サラ、バッティングセンター行ったけど、全く打てなかったんだけど。どういうこと？誰が喋ってるの？村長です。誰とか探らないで、探らないで。アイス、ありがとうございます。あ、くまさんもありがとうございます。お、はるか村の村長っていじられキャラ？何キャラでしょう？アイス、ありがとうございます。久々にキャッチフレーズ？
NGT48 のテネシオジョみんなのハートにありがとうございます。あなたの隣までアドバンテージ。小千谷出身15歳、小千谷市じゃなくてなんだっけ、15歳中学3年生の小宮山さらです。よろしくお願いします。意外ハルカムラは正義です。 YesNGT 物語トップガン、おさらだよ、ありがとう。ガチャでさらちゃん出てありがとう、大事にしてね。リンゴヘア、えへい、ハルルンとっても可愛いよ、ありがとう。だって村長、なるほど。アイスありがとう。スポーツ万能だと思ってた私。さらちゃんはじめましてです、こんにちは、ぜひ覚えてください。こんばんは、こんばんは、サービスエースありがとう、可愛いってありがとう。アイスありがとうございます。ナイスショットありがとう。バラもありがとうございます。ナイスショット。さらちゃん、 NGT 物語は推しメン誰で始めたの？私はですね、ひなたさんで始めました。今はガタ姉さん行って、リカさん行って、ノエさんも行って、あと全員回ろうかなと思ってるところです。はらちゃん、こんばんは、こんばんは。はるか村は架空の、あ、そこから先は静かにしておきましょう。バラありがとう。あ、サービスエースが浸透してる。やったー。タケコプター。ふーってすぐに反応してしまうメンバー愛。めっちゃメンバー愛はきっとある。おしめはサラちゃんにしました。だって、ありがとう。かわいい。ありがとう。大阪の握手券取りました。待ってまーす。眉毛オープンしてるね。オープンで、オープンザオープン。ハートありがとうございます。推し変しすぎ。まあ、これがですね、なんか私の、やっぱ NGT のファンの方を見習ってたくさんお支援させていただきました。ハートありがとう。ん？リエさんいるときならね、リエさんですね、それは DD やんな、 DD です。ハートありがとう。あ、バラもありがとうございます。明日夜公演行くね、待ってます。面白い、ありがとう。わあ、ハート100個ありがとう。俺のボーちゃんいないの？サラのボーちゃんはいます。おしめ西形さんで始めたよ。さんは西形さん通りましたよ。天使がおしめ設定でき、星なでる。教えはしてないよ。ありがとう。見習って。私は違うけど。おいおい。やっぱ DD なんで。NGT DD。もんちゃん、もんちゃんはいないです。増えてはいるけど。まあ、サラのことが好きなら OK ですよ。公演当選する方法知らない？もう、圧、圧で。当選しろ。うん。おいしょ、しまった。やっぱり坊ちゃんがいっちゃんかわいいよ。え？明日の夜公演行きます。待ってます。DD は楽しいよね。いや、はるか村村民って書いてあるやん。さらちゃんは永遠の推しメン。ありがとう。なんか本当にリンゴいいや。ちゃんとはるか村村民って言って他のルームに行く人本当に大好きです。大好きですって。白目で応募するの。あ、わお、坊ちゃん、叩いたらダメだよ。OK。ひなたさんの悪気、すっごく可愛かったよ。え、めっちゃ可愛かったですよね。サラがいっちゃん可愛いよ。ありがとう。研究生を知って最高や。ありがとう。はるか村はどちらに？みんなの心の中。心の中ってそういうことじゃないんです。あ、そういうことじゃないらしい。あ、そういうことじゃないんです。あ、ごめん、ごめん。いつもあなたの足元はるか村。ですって。はい。あ、坊ちゃん、坊ちゃん。体調、あ、そうみたいですね。本当に姉さん。頑張ってほしい。怒られた、怒られた。はらちゃん、いつかワルキーをやりますか？いや、もうやりたいですけど、に似合わなそう。だからトーンが怖いって叱られる。サラ、まあ、はるか村は真剣なんです。かわいいっていうゲストありがとう。いまいちどういうことなのかわからん。はるか村、まあ、皆さんの足元がはるか村みたいなんで。あ、切れてる。はるか村の声が聞こえる。坊ちゃんはゴールドソミ。あ、坊ちゃんはね、入れません。なんで？なんかもうサラちゃんと一緒でしょ。だからソミンで、うん、
似合うと思うけど、ありがとう。マックスと木315号フルで歌うのが研究者公演だけですからね。ぜひ見に来てください。くまさん、ありがとう。うわ、靴下入ってる。いや、こっちで宣伝すんな。アルカムラが、は沼なので行ってはいけない。じゃあ、お皿ファミリーに来てください。真剣、アルカムラの設定のことね。設定？怒ってる。それはないです。私の足元は、よろしくね。アルカムラ。アルカムラ。はるかが荒れてる。荒れてますね。テニスコートって主にクレスコ、ハードとかいろいろあるよ。あら、そういうのわかんないんですよね。本当に良くないと思うんだけど。そら、芝生だった。私はゴールドじゃなくてコールドかな。おお、寒い。荒れてる村長、荒れてますね。なんで荒れてるとかって言うんですか？ハンガリーという国に、ハルカムラって本当にあるんだよ。パクったな。ハンガリーにハルカムラってあるんだよ。いえ。パクったな。違います。違いますから。パクったな。違いますよ。はい、まあ読んでいきましょう。僕がボーちゃんを村民に入れてあげます。ダメです。大荒れの村長、村長ハルカ村は森、森は怖いところですからね。なんかないね。サラちゃんがハルカ村を煽っているだけや。軟式ではなかった。私はね、軟式でした。ハルカ村の風景写真を見せてください。今ハルカ村の後ろにね、書いておきました。なぜ白目になる？あ、もうそれはね、ちょっと癖なんです。すごい。マーガリン、マーガリン？ボーちゃん逃げろ！テレレレレ。あ、いっぱいあんの？わー、ダルマありがとう！大好き！あと4分で。お皿村の村長です。村長なの？プリンツリーは食べてみたい。え、サラもプリンツリーは本当に欲しいって思ってて。本当にあるんだったら私家の役にもう100本植えます。お皿村ある。お皿ファミリーがいますので、やっぱ村よりね、近くにいるということで。はい、ごめんね。クレープ屋は最近行ってる？あ、行けてないんです。行こうよ、誰か。じきに恥ずかしくなるな、白目。そうだよね、じゃあ今のうちにやっとこう。だるま100個ありがとう。お皿面白い。ありがとう。100本、やって100本植えたらさ、毎日プリン食べ放題だからね。ハルカムラ入ってもいいですか？お皿ファミリーにも入ってね。ハルカムラファミリー、違う。ハルカムラファミリー、ちょっとパクんないでもらってもいいですか？ハルカムラファミリー。サラちゃんはサンタコスするなら赤と白。赤がいい。でもさ、サンタコスはあの NGT に入った握手会の時しかやったことなくて、実際にサンタコスをやったことがないから、今年はプライベートでもやってみたいなって。見せたいなって思って。でもそんな、可愛いのを探し当てるのがとても大変なので。探し当てる。ヒグマ行こうよ、一緒に。ヒグマ。いてください。左を気にするサルちゃん。ナナミーがいる。誰もありがとう。ミユミユが一人で映画館。サラも一人で映画館行きたい。家族会議かけてないよ。書いて。ドンタコス、サンタコス、見たい、見たいね。ノートは。なんかしてみたいよね、たくさん。お皿ファミリーに入ろうかな。入ってー。ハートありがとう。おう、クマさんもありがとう。サンタコスって言うとドンタコス。ドンタコスって何？さすがに JK になったハルカムラとかやばいかと。いや、お皿ファミリーも同じですね。左の腕で連れ去って左の腕で。サレちゃんは一人でご飯とか行ける？え、それ意外と一人で全然行けるんですよ。なんか結構一人行動とか好きで、暗いわけじゃないんですけど、なんかね、そう、引っ越す、あ、お皿ファミリーにあえてのソリのコスプレ、え、すごいな。ドンタコス、和菓子、お菓子なの？ピエン、ヒグマ一緒に行かないか。ピエン、ヒグマは一人で行こう。お皿はまだサンタ信じ、え、いないんですか、逆に。え、あの、サラファミリーにはですね、昨日発覚したんですけど、サンタさんがたくさんいることがいっぱい発表したので、サンタさんの方手を挙げてもらってもいいでしょうか。お皿ファミリー家族会議質問をお願いします。あ、お皿、あ、今日ですね、お皿ファミリー家族会議を開くので、ぜひメールを取っていただいて、質問よろしくね。わしだけ頑張るね。ありがとう。誰もありがとう。行かない。だって。ああ。ハンも一人で行くから行こうぜ。
いるよー、だってサンタさんだ。いないんです。いないのサンタさん。ゆうのサンタです。あ、いっぱいいる。サンタさんいっぱいいるな。サンタです。わー、手あげてるよ。わー、いっぱいいる。やったー。10世紀に風靡したお菓子なんだ。僕の知り合いが、おお、どこどこ、お皿ファミリーのパパって誰？昨日パパも発見したんですよ。あとお兄ちゃんも発見したし、おじさまもおばさまはいなかったんだけど、お姉さまもね、いっぱいいたんですよ。すでにサンタですわ。もう世界中回る気満々だもん、みんな。そう、いやー、それは新潟の太陽もサンタかも。え、パンダです。あ、本当だ、パンダだ。なぜバレた？もう分かってるんですよ。僕もパパです。パパが多いな。サラちゃん、こんにちは。サンタというバイトだな。もうサンタさん多くてもいいですよ。だってその分たくさん。なんでもないや。サラちゃん、今年の B 級ニュース。B 級ニュース？B 級ニュース。あ、前髪の薄さを変えた。いっぱいお皿ファミリーが増えたよね。ぜひ皆さんお皿ファミリーになってね。おいらサンタ、サンタ方、サンタさんはサラちゃんにプレゼントしなきゃね。僕はサラファミリーの何ですか？サンタさん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃんです。メロンパンです。あー、僕は関東地方の担当のサンタです。担当とかあるんだ。ハートありがとう。クマも何匹もいるらしいから。え、本当？私が昨日サラちゃん的に何歳からおじさんってコメントしたのが失敗だった。皆さんお兄さんだからね。それはお皿ファミリーの親戚です。あ、もうこれはファミリーです。オッケー。韓国海苔と普通の海苔どっちが好き？うん、迷う。韓国海苔。全部なのか。そうだよ。サラタン、サラタンです。ジローサちゃんのサンタになってあげたいな。サラのサンタは、サラタン、こんにちは。じゃあ劇場のプレゼントボックスに、煙突に、わあ、嬉しい、ありがとう。わあ、焼き肉。永遠のお兄さんも、みんなそうですよね。永遠のお兄さんですからね。おじさんなんていないですよね。サーラータンメンは親戚ですか？お、私？僕は、おお、おじいさんはこの配信のリスナーにはいませんよ。そうですよね、お兄さんが。昨日判明したんですよ。おじいさんじゃなくて、おじさまがいっぱいいるらしいので。僕はサラちゃんと同じし、おじやしですか？一緒だ。海苔はどこにいい？坊ちゃんファミリー作ります。おー。気遣いのできるサラちゃん。こんにちは。気遣いのできるサラちゃんです。お兄さんでも若い方。あ、確かに。チームサニーから50カードお届けします。ありがとう、ひなたさんのファンの方。こんばんサラ。こんばんサラ。本物。本物のサンタさんだった。こんばんは、こんばんは。この前長岡の時に知って、今日初めましてです。ありがとう、小宮山さらです。ぜひ覚えてね。カウントとね、橋投げもよろしくお願いします。ジジイです。おじさまね、おじさま。ナナミの配信に星投げようと思ったらあと1時間だった。ぜひこちらへ。おじやとおやじどっちが好き？どっちも好き。サランラップは親戚ですか？やっぱラップ族はね、やっぱ食事の時にね、何？役立つから。小宮山サラさん、な、あの、漢字が違います。ハート、ありがとうございます。ご自用サラ完了いたしました。ありがとう。本物のサンタですか？何か？フォローするということあるんだね。もうサラからの愛がたくさん、バーン！今日宝くじを買って当たるかな、当たるかな。この配信家族は見てるの？ダメ出しとかするの？昨日はされましたね。だからちょっとイラついておったところです。明日夜公園行くよ。ありがとう。トラちゃんのなんて台になったら当たらなくなった。なんて読むの？ワンチャピピバーン、わらわらってみんな家族見てるのか。震え、毎日見てないと。50カウント完了しました。ありがとう。暇だぜ、遊ぼうぜ。宝くじって最大10億。10億って1、10、100、1000万、10万、100万、1億、あ、なんだっけ、忘れた。
反抗期、へい反抗期だぜ、味わってみるか。久しぶりに催眠術お願いします。もううちゃらファミリーになる催眠術、はい、こちらを見てください。はい、はい、もうここにいます。飛ばしたからね。ん？そうだったのか。そうだったのか。サラのアバターを作るとしたらどんなのにする？眉毛極太。10億なったら何を買いますか？家。オイラフランス語。フランス語できんの？すごい。娘が明日もしです。頑張れ。今年は宝くじ当たる気がするんだけどな。すごいわ。味わいたい。うわ。可愛いというギフトありがとう。わら、現実的な。はい。ファミリーになります。イエーイ。催眠術で天使になりました。天使ってあのミユミユ？アバター？あ、それで DD の方に一言。DD の中に私も入れろ。DD 推しの方、私も入れろ。ハートありがとう。クリスマスイブ仕事変わってもらって誰かに。バスセンターのカレー美味しいの？美味しいです。毎年思ってて早1年丸年。100個ありがとう。入れます。わあ、サラちゃん受験勉強にはかどってる。現実を引き戻す。あ、もうサンタさんの話してたの。みえみえちゃんに会いたいね。会いたい。サラのみえみえです。見てると元気になります。ありがとう。ハートありがとう。自分も DD だけどもちろんサラをしてますよ。ありがとう。ありがとうございます。ハートありがとう。天使は私。サラちゃんが好きなクリスマスソングってアワテンボのサンタクロース。バスと新幹線どっちが好き？新幹線。今日久しぶりにイタリアンを食べてよ。おー、羨ましい。なんだかんだ言って公園で一番見てるのはサラだったりする。うっそ、テレヒメかミユミユだろ。僕は名前からして DD だから。ほんとだ。バスセンターの名前の本当の名前は？え？バスセンター。美人で身長高いからモデルの仕事来そう。いや、もういろんな仕事やってみたいですよね。モデルさんってめちゃくちゃかっこいいし大変ですよね。違うよ、みんなのみゆみゆだよ。サラのみゆみゆです。22日いた方がいいの。来てね。サンタさんに合格プレゼントしてもらおう。してください、サンタさん。今日もコロッケあげてきました。コロッケ大好き、食べたい。コロッケの作り方ってなんだ。かわいい、ありがとう。大丈夫だな、またお子ちゃまだった。おあなたとクリスマスイブを歌って。いや、めちゃくちゃ下手なんですよ。バスセンターのカレーはバンダイ立ち食いそば店。そう、え、そういう名前なんだ。星投げと25カウントしたよ。あと25カウント。山崎パンのランチボックスでもバスセンターのカレーあったのね。そうなの？間違えた。バスセンターのカレー売ってるお店の。あ、わからん。次の握手会、別のグループのメンバーと写真撮るなら誰がいい？え、私がツーショットってことですか？私なんだっけ、佐藤みなみちゃんめちゃくちゃ好き。結構あと柴原かりんちゃんとも会ってみたいなって思う。あ、仮面ライダーの映画見に行きますか？いつちゃん、え、行きたい。サラちゃん身長があと5センチぐらい伸びてくれたら。あと5センチってことは168とか。おじやでも出るといえば、前までね、サラは2代目なれるといいな。なんとさとみな、そう、めちゃくちゃ可愛いですよね。バンダイそばってググるとバスセンター。あ、そうなんだ。あ、加藤みなみさんは、いや、もちろん撮りたいです。新しい人かと思いました。え、そうなの？ちかなちゃん来たよ。え、びっくりした。待って、さらに。お前、なんちゅう格好しとる。こうやって、ちかなの真似した。ねえ、ちかなの真似したの。ねんねん、ちかなの真似したの。はい。なんて言ったの、その子の。あ、そういうことね。さとみな好きなのよ。さとみなみさん、めっちゃ可愛い。
え、見に行ったよ。だって鶴島のおばちゃん可愛かったよ、ありがとう、教えてくれて絶対見に行きます。50カウントしたよ、ありがとう。こんばんは、初見です。全く違います。お皿も可愛いけど、さとみも分かる、めちゃくちゃ可愛い。大先生、大先生が来ました。さらちゃんモデルになれるよ。本当に嘘だ。なれるもんなり、なりていよ。ハートありがとう。母校のお母様、なんて読むの、素敵な髪型、ひひひひ。ハートありがとう。バカっぽい、バカじゃないよ。ちかなの真似はやめよう、ちかなちゃん。かとみんなとこの前ツーショット撮った、うらやましいな。サーモ撮るからね、絶対。ハート500個受け取ってありがとう、いつもありがとう。ハート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 。ちかなのさっきのマカロンケーキうらやましかった。え、なにマカロンケーキって。マカロンケーキ、マカロンケーキ、うん、食べてないの、食べてないの。なんだやん、なれるなれるなれるかな。聖母、聖母って何。ちかなに怒られたら慰めて、よしよし。フランス語で123ってアンデュー、アンデュートトロワって言うんだよ。なんじゃそれ。今度叱られたい。ほら。ん？チカナとコラボしないの？チカナっちはですね、今からショールームするみたいです。チカナ怖いんだって。嘘。優しい時もある。怖い。チカナのいいところ。ステージ公演で荻野さんがステージに持って出てたよ。え、何を？マカロンケーキ。わかるわ、わかります。うちかのお酒飲んだらどうなるのかな。もうフラフラだよ絶対。サラーって感じだよ絶対。マカロンケーキ、あ、そういうこと。いじられることごとことは多々あるよね。そう、TGC 妹と行くので鶴島のあちゃん見られ、鶴島のあちゃん見れたらぜひ感想教えてください。なんだっけ、あれ、下のまた悪い、あ、悪いよ。違うな、酒強そう、確かに。今日は NGT48 物語サービスを開始、タラも開始しましたよ。タラちゃんの麺もドキドキマカロン、どこっちょ。チカナは絡みよ絶対。クリスマスといえばケーキ、サンタ、ケーキ、サンタ、プレゼント、ツリー、星、緑、赤、白。下の名ははるかが歌ってます。バッテリー切れた、おいおい、充電して。ボリュームね、ちょっとデカめだけど、まあ気にしないで。サンタはイヤホンつければいいのかな。あー、オッケー、村長ですね、配り直さら。やっぱサンタだって、クリスマスはですね、やっぱりなんかね、なんかクリスマスっていうのはやっぱり小宮山じゃなくて、なんだっけに、なに、子供の醍醐味なんですよ。はるちゃんうまい、うまいよね。りんごちゃん、こんばんは。モデル目指してるの？りんごちゃん、こんばんは、こんばんは。今日も今日も今日も入ってないみたいですよ。お、一曲行きますか？え、ちょっと、ちょっと、ちょっと。今日僕の家に来た NGT のロッケ生写の腕の子。あ、ありがとう。ボリューム尊重。そうね。ハートありがとう。家族の方聞いてみます。クリスマスプレゼントは、奮発しましょう。奮発？明日は研究生公演の注目ポイント。注目ポイントは今チカナちゃんの真似したんだよ、見て。チカナちゃんしてないかな。してるよ。してない、してるよ。してない、してない。してたよね。注目ポイントね、やっぱりね、もう残り少なくなってきたので、公演もだからね、あと合宿ですごいダンスの精度とか歌の精度が上がってるところにもご注目、上がってると思うので。うん、高い、ん、今日好き、あ、君好き、
そうちょわざとでしょ、わざとじゃないよ、声量があるだけ。コンフェッションあるのかな、見てみよう。ある日不意にごく自然に呼んでいた、こんぬくもりが心に伝わるまで。コンフェッション背中見ている時間が必要なんだ。友達よないね。ないね、やっぱり。サラはさ、このさ、イヤホンなくしちゃったからさ、ブルートゥースしかないんだけど、ブルートゥース、ごめんねだ、これ。君は好きになっちゃって、ドビドビドビ、恥ずかしいはずよ、ベイビー。あ、私は、KMS コミさんです。はい、ありがとうございます。なんだろう、ちょーちゃった、なんだろうね、なんかあるかな。よしこ隊が応援しに来ました、ありがとう。ありがとうございます。なんだろうな、どこにあるんだろう。ゼロ三太陽だから、おお、いっぱいある。あ、ちょっと今探してるものがあって。まだだね。やっぱ無理なんだ。今度やろうと。うわ、クマさんがいっぱい、ありがとうございます。走りたくなるんだ、僕がどこかへ走らなきゃ、地球が回らなくなるよ。感謝した空の雲は止まってる。ほら、できないんだわ。自分の方が動かなきゃ、うん、欲しいものは手に入らない。今度これじゃないイヤホン持ってこないといけないな。クラスメイトの一人で、え、50カウントありがとう、聞き覚え。あれどこ歌ってますね。サラはどこから来るのか。ここです。お腹空いてやばい、やばい。ちょっとそうですね、ここに壁をね、ちょっとうまいけどちょっと音が入ってくるみたいな、悲しい。平人公園から帰ってきました。いらっしゃいませ。はるか、はるか村はどこにあるのかね。出ないんですよ、あと。はらちゃんは、え、てかこれね、繋がらないの。悲しい時ね、うまいね。足投げ完了、ありがとう。そう、出ないんだよね。サラちゃん、サラちゃんの間、透明な壁が見えますよ。透明な壁をつけたいぐらいの声量で。あざといぞ、村長。できないんだよね。絶対できないんだけど。回っているから、季節はまた巡る。何度も好きになって、
何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ。胸にしまっておく。Oh yeah, oh yeah。春はいつ頃来るのだろう。できるなら知っておきたいよ。何にも気づかないなんて。これできないんだよ。このブルートゥースだ。遅くなりました。絶景トリオ。ありがとう。もうね、そう、同じ部屋だからね。そう。誰の配信？はるかの配信みたいになってる。壁。そうですね。じゃあ私はそろそろですね。宣伝に行きたいと思います。あ、やったさらちゃんで、こんにちは。そういうことじゃない。いや、もう優しいお顔で見ときます。春どこ、そうね。配信部屋何？今3人配信してるんですけど。そうね。まあ、みんな歌いたいからね。パクパク。関心？初見です。ありがとう。小宮山さらです。リンゴヘアです。よろしくね。そう、ちょっとね、ちょっとうるさめなんですけど。ちょっと静かにしてもらいたいけど、まあいいですね。配信してない時間を経ってるのかな。わかんない。そうね、まあまあ、あれからちゃんだし。まあ、そんな怒らないであげてもらいましょう。あ、見せた。ね、歌っているから楽しそうにね。オッケーオッケー。社長だからね、まあ、春神楽中心に動いてるみたいなので気にしないでもらって。あ、終わったみたいです。あ、終わってない。で、終わったみたいなんで、そうですね、春神楽の配信の日にみんな春神の歌を聴きに行ってるから。オッケーオッケー。ここは春カムラみたいですね。リンゴヘアしてるけど。はい。そろそろね、春カの歌を聞いてたら時間が結構あと7分ぐらいになってしまったんですけど、切れるまでやりたい。うん。あ、負けるな。最良では負けてしまった。春カムラより生中継でしたね。春カワールドは愉快です。いや娘よ。いやでもね、編集読んでくれたんだね。よろしくね。村長は常識が、まあ、春香村の常識なのでね、気にしないでいただこうぜ。ヤヒコと空が手間でも見たい。え、ほんと？やってみたい。ここはちゃんと話そうよ。おいおい、終わったから大丈夫だよ。うん、落ち着こうぜ、みんな。争い事は好きじゃない。お、モデルさんの、なんかポップティーンのモデルさんの今なんかイベントをしてる、こちらと同じようにイベントをしてるらしくて、レギュラーモデルを、専属モデルの1個段落が下のレギュラーモデルを目指す子がたくさんショールームをねしてるんですけど、私もたまに見たりしてるんですけど、まあさすがに星とかはコメントとかはしないんですけど、こっそりと陰から次の推しメンを散策しております。優しいじゃないか。いや、まあそうね、ハラの配信見に来てるんだからって話さ、怒ってはない、よかった。ほほう。ななみ研究生はそんぐらい。あと、みなみさん。うん、あと、かいりちゃん、みゆみゆ。お、同じショールーマーの一人だ。そうですね。みんなで仲良くしていこう。つかみ、そう、ななみいたね。リンゴヘアなんで。ぜひ、みなさん、たくさん Twitter やら、755やら、Instagram やら、たくさん、拡散してください。ピース。ジャイワクラブも頑張って、ありがとう。明日の配信は
も抜けるんですけど、朝10時5分から10時35分からなんですけど、ぜひこの中でね、来れるものがあったらぜひみんな見に来てください。伝えておきます。おさらファミリー家族会議というものをメールで開くのでね、ハチマキは好き？え、私意外と好きなの。こんな感じ。アサラファミリー家族会議をねやってるので、ぜひあのね、アサラファミリー家族会議、まずアサラファミリーっていうのはサラのことを応援してくださっているファンの方の愛称で、そのアサラファミリーがメールだけで開催しているんですけど、モバイルメールでファミリーっていうハッシュタグで撮ってくださる方もね、たくさん